ローナー L ローナー L ローナー L はローナーが製造し第一次世界大戦で使用されたオーストリア・ハンガリーの服用飛行艇である。戦闘飛行艇、偵察機として使用された。本機は前作であるローナー E 型複座飛行艇を改良した機体である。生産はローナーのほかウファク、ハンザ・ブランデンブルク、ポーラ海軍交渉が行った。 敵対するイタリア海軍には対抗しうる機体がなかったが、1915年5月27日にベネチアを空襲したローナー機のうち1機がエンジンに被弾、ほぼ無傷のまま露客されニューポール末期にて末期 L1 としてコピー機が生産され、後に末期 M3 に発展する。技術的な影響を受けたフランス機のような平べったい停滞に並列複雑。 やや高体格のついた上、翼と小さな下翼、交換フレームで同単位より高い位置に取り付けられた尾翼と特徴も多い。主翼には、支柱と補助針線で指示された複用形式を用いており、上下翼間に水冷式発動機を装備し、これに固定式に羽根のプロペラを推進式で装着した。ビーニャ・ディバで空軍歴史博物館の保存機、使用単位については、 ウィキペディア、ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照版ザブランデンブルク FB。ありがとうございます。